は中市にやってきました。こちらでジャガイモを栽培している農家さんがいるということでお会いしてみたいと思います。あ、こんにちは。中市でジャガイモを栽培している農家さんですか？はい、中市でジャガイモを作っている中アングリスの峰島です。皆さんこんにちは。中アングリス代表の峰島です。私たち中アングリスはそば、ジャガイモ、麦、大豆を11丁分の畑で栽培しています。先日はお菓子メーカーと契約栽培している豊城という品種のジャガイモを収穫しました。私たち中アングリスは中市農業後継者クラブのメンバーが集まって生まれた法人です。若手農家が本業以外で収益を得られることを目指し始まりました。地域の若手農家たちが所得向上を目的に法人を作るという取り組みは全国的にも大変珍しいということで、今年3月全国青年農業者会議プロジェクト発表というコンテストで農林水産大臣賞をいただくことができました。地域の農業を明るくするため今後も多くの農産物を生産していきますので、中市の農産物をよろしくお願いします。中アグリスはどのようにしてこう始まりましたか？最初はみんなの協力のもと作物を作ってお金を稼ぐという目的で始まりました。みんなでそばを作って身近な市役所や消防署、直売所などで少量ですが販売しました。それがうまくいったので、それ以降面積を広げて量も増やして地元のお酒屋さんと契約をしまして、そこに販売しております。その賞をいただいてどういう気持ちでありましたか？みんなでもらった賞なんですが、嬉しかった反面みんなに見られてるっていう他の面もありますので、もっと気を引き締めてやらなくちゃならないなっていうのを改めて実感しました。